Yo guys, this is Drunkenvasion, aka Wookie. Join the Drunkenvasion Guild at the Discord. The link's down in the description down below. Right there. You see that? See that button right there? Click it. Join the and click the link. And also, if you want to watch more of me, the amazing Drunkenvasion, my Twitch channel is also down below. And it's also in the description down below. Right there. I told you. Right there. Down there. Yo guys, welcome back to Digital Track Generation. We're back with more Digimon Survive. Sorry for the few episodes, more than a few honestly, of me not being able to commentate. But it's super hot and hopefully I fix the problem I have next year. Whenever I can fix the problem I have. But there's other problems I have as well, but I do not want to tell unless you guys want me to say. But let's continue on. Alright, bookshelves. Oh shit, it's muted. I hear what you're talking about to do next. Well, first, what's here? Cool, a giant mushroom. Oh, what's here? Oh, cool, another dry mushroom. Oh, come on. There's nobody here. Guys, where are you? Reception? Not here either. Should I talk to Agumon about what to do next? Alright, here you go. I'm just gonna run. I don't feel like fighting right now. Wait, what if it's Mega? Right. Go here. You. I guess I'll go on. You. Who? You? Let's get you evolved. Let me higher level. Alright. Alright, now I'm gonna go auto. Wait, before I go to do that. Oh shit. Nah, I'm just gonna go for it. I don't feel like getting him. Auto full power.
Kugel!幻を見せられているのか？違う、私は見捨ててなど、私は教授、しっかりしてください、教授。教授、すごい汗だぞ、大丈夫？大丈夫だ。すまない、取り乱した。幻を見ていた。いや、幻というには作為的な内容だった。あれは幻ではない、意図して作り出されたものだ。苦しめ、弱らせることが目的なのか。心を追い詰め、しかし壊さないようにしている。子供たちだけでなく私にも見せようとしたのは、その理由は。
私は敵にとってはいらない邪魔なだけの存在だと思っていた。だがそれなら私を図書館に入れず分断した時に排除すればいい。だが敵はそうはしなかった。つまり私も生贄足りえるのか。それとももっと別の理由が。教授、タクマ君、アグモン、少し話をしてもいいだろうか。教授の幻についてですか。そうだ、ことここに至ったならば全てきちんと話すべきだと判断した。私の名前は水瀬明春。50年前に行方不明になった水瀬美雪の弟、春だ。え？美雪が教授のお姉さんで、教授が春なの？私は今までこの話は元の世界に戻るために必要のない情報だと、むしろみんなに余計な気苦労をかけるだけだと思い込み、言葉を濁してきた。ジジモンはミユキに声を届けてもそれは対症療法、その場しのぎでしかないと言っていた。いずれミユキを倒さねばならない。それが本当なら教授とミユキが兄弟だという情報はみんなに遠慮や迷いを生ませるでしょうね。私もそう思っていたよ。だがその思い込みは間違っているかもしれない。レナモンの憎悪もレナモンが主についたこともおそらく私の過去と関わりがある。全てを救う鍵がミユキであるならば、私の事情ももう無関係でいられるはずがなかったんだ。だから無事にこの図書館を脱出できたら全てをみんなに打ち明けようと思う。私について、私の姉について、最初から全てを。教授、今まで私は随分と不審な行動をしていたことだろう。なのに君は私を追及せずそっとしておいてくれた。ありがとう。そしてすまなかった。いえ、こちらこそ話してくれてありがとうございます。さて、まずは全員で拠点まで無事に戻ろう。そうですね、わかりました。そのためにも捜索を手伝ってください。まだ見つかっていない人がいるんです。ああ、わかった。全力を尽くそう。この後はどうするの？全員と合流したら扉か窓を破って一度この建物を出よう。罠の中じゃ調べ物なんてできないよ。まずはここから逃げ出すことを考えるんだ。お前たち人間はまたそうやって逃げるのか。レナモン、待ち伏せていたのか。このまま逃がしては捕らえた意味もないだろう。無駄な抵抗はやめて早く生贄になってしまえ。待ってくれレナモン。生贄を捧げるのは主のためなのか。どうして主に力を貸すんだ。主はミユキを捕らえているのに。呆れるばかりだ。君たちは本当に同じことしか聞かないな。そのしつこさに免じて教えてあげるよ。全てはミユキを救うためだ。ミユキを救う？主から取り戻すってことか。そのためにこの子たちを身代わりにするつもりか。身代わりってタクマたちとミユキを交換するってこと？主は生贄を欲してる。多くの生贄を食らって初めて主の世界は広がるんだ。私は主の手足となってお前たちを連れていく。その代わりにミユキを返してもらう。主が巫女を返すはずがない。君は騙されている。
だからといって、みゆきを、私の運命の子供を見殺しにはできない。運命の子供？じゃあレナモンにとってのみゆきは僕にとってのタクマなの？そうだ。お前たちの世界の時間で数十年前、多くの子供たちがお前たちと同じようにこの世界へ迷い込んだ。その中にいた二人の子供、水瀬みゆきと水瀬明春。水瀬明春。お前のことだ、水瀬明春教授。いや、春。みゆきは水瀬の巫女だ。世界と世界をつなぐ歌を操ることができる。みゆきはその力で、神秘の歌で、秋春、お前だけを元の世界に戻したんだ。そうだ、レナモン、ここで見たお前の幻が教えてくれた。私の記憶の蓋、真実を隠す恐怖、あの悪趣味な幻は全てを取り払った。私はみゆき姉さんを置いて元の世界に戻り、そしてこの世界で感じた恐怖ごと記憶に蓋をしてしまったんだ。お前を逃がしたせいでみゆきは主に捕らえられ、魂の半分を奪われた。その影響か、私が生き残った仲間を解き伏せみゆきを奪還した時には彼女は自我を半ば失っていた。お前の身勝手な保身のせいでみゆきはこの世界に置き去りにされた。主に取り込まれ、正しく年を取ることも心を動かされることもなくなった。ハル、お前は自分だけおめおめと元の世界に帰り、置き去りにされたみゆきを見捨てたんだ。みゆきはお前を救うために心を壊されて傷ついたのに、なのにそんな状態でも彼女は弟を待ち続けていたんだ。弟はきっと来てくれる。みゆきはそう信じていた。そう思わないと本当に壊れてしまうから。だから私はこの姿で彼女を支え続けた。お前がみゆきのそばにいた頃の姿で、自我が薄れているはずのみゆきはこの姿ならば微笑んでくれた。言葉を投げかければかすかにでも反応をしてくれた。ごくまれに歌を聴かせてくれた。だから私はこの姿でいた。ずっとお前の影帽子でいたんだ。お前がこんな老いぼれになるまでずっとずっと一人で彼女を助け守ってきたんだ。レナモン、すまなかった。それは償いきれないほどの大きな罪だ。そうだ、贖えない罪の行き着く先は死だ。お前たちは全員主の生贄になってもらう。待ってくれ、タクマ君たちはこの話に関係がない。あるさ、みゆきを取り戻すための交換材料だ。いや、私の目的は復讐ではない。だが結果としてお前たちは死なねばならない。しかし、みゆきのためにお前の姿を取り続ける、その決断は私にとってどれだけ屈辱的なものだったか。この屈辱が分かれば私の意志が固いことも分かるはずだ。レナモン、僕には主が巫女を解放するなんてどうしても思えない。みゆきを取り戻すためにすべきなのは生贄を捧げることなのか。本当にみゆきを取り戻したいのなら僕たちで声を届けるべきだ。私たちの声は
きっとミユキに届く。だからレナモン、黙れ。レナモン、認めない。私ではなくお前たちの声ばかりがミユキに届くなど認めない。おとなしく彼女のために生贄となれ。それがお前たちにできるたった一つの償いだ。甘いざれ事はもう終わりだ。立ちはだかる者は私の敵だ。僕の番だね。見つけたぜ。ミノル、ファルコも無事だったんだね。全然無事じゃねえっての。最低な幻見せられまくったよ。さっきはよくも変なもの見せてくれたな。行くぞファルコも。お、会うべきか。
めに終わらせる。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。苦戦してるのか、タクマ。なら、俺たちが手伝ってやらなきゃな。カイト、ドラクモン、アオイさんに、ナブラモンも。嫌な幻を見せられ続けて、ちょっと頭がフラフラするけど、弱音なんか言ってられない。私は前に進むんだから。アオイ、行くよ。ええ、ラブラモン、お願い。俺たちも行くぜ、カイト。心の準備はできてるか？当たり前だ。俺を怒らせた代償、払ってもらうぜ。べきか。案ずるな。早めに終わらせる。俺に任せておけ。
呼吸を合わせる。私の番ね。私のこと忘れてない？サキ、フローラも無事でよかった。タクマたちこそ大丈夫なの？無理しないで。きつかったら任せてよね。うちらは落ち着くまで休んできたから元気いっぱいだもんね。休んできたっていうか、戦ってるのに気づいてなかったっていうか。うわっ、バラさないでよ。とにかく、お仕置きしてやるんだから。行くよ、シャコモン。二人とも、頼む。レナモンを止めるんだ。どう戦うべきか。案ずるな。早めに終わらせる。門室戦。俺に任せておけ。私の手番です。
べきか。俺に任せておけ。できた。成長はしているようだ。俺に任せておけ。
不足ね。僕たちの勝ちだ。まだだ、まだ。もうやめて、これ以上は無理よ。まだ私は負けていない。負けて、いない。私は感謝しているのだ。君が辛い思いをしたことはよく分かった。私の存在が君をどれだけ苦しめたかも、どれだけ私を恨んでもらっても構わない。しかし今は協力してほしい。主の言葉を信じたところで、君に待つのはさらなる忍耐の日々だけだろうから。何を言う。私は君にこれ以上の苦しみを与えたくない。そしてみゆきにも。だからお前がみゆきを語るなと。主が約束を守る保証などない。賢い君なら分かっているはずだ。それでも約束にすがってしまったのは他に方法がなかったからなのだろう。だがそもそも最初にみゆきを脅かしたのは主だ。そして今度は君が主に騙され苦しめられたと知ったら、その時一番悲しむのはみゆきだよな。レナモン、姉さんを、みゆきを主の手から取り戻そう。あの日私たちがするべきだったことを今成し遂げるんだ。はっ、やはり。誰？やはり。モンフェだ。下心あり。俺もまた力なきただの獣であったか。みゆき、いや、主、違う、これは。見て、みゆきさんの後ろ、敵の配下がいっぱい。愚かなりし裏切り者に、天誅を。来るぞ、気をつけろ。みゆき、もうそこにはいないのか。みゆき、お前が寄り添っていた時とは違う。巫女の魂は我が内に沈んだ。いくら訴えかけたとて声なぞ届くはずもない。じゃあやっぱりお前は獣ごときの言葉に応じる必要などあるまい。騙したのか私を。レナモン、耳を貸しちゃダメだ。ミユキはあの城で
教授の声に応えた。みゆきの魂はまだきっと主のそばにある。みゆき、我が運命の子供、私の声を聞いてくれ。みゆき、みゆき、頼む、私の声に応えてくれ。お前のものなんかじゃない。あの笑顔も歌声も優しい心もお前なんかのおもちゃにしていいものじゃないんだ。みゆきを離せ。これはそうだ、レナモン、私たちの思いを力に変えてくれ。レナモン、ワープ進化。力は満ちました。サクヤモン。 Remember to watch anime and read manga.